高人さん、モイ、アンドロイドからキャス配信中、リア突差し入れ大歓迎。ゴート、オメガ、HTTPS、URL。サバ缶氷のサバさん、協定しませんか？協定するお金ねえわ。ジャグラーでいくら負けたと思ってんのよ。プラス7000やったのに今年マイナス5万6000まで落ちてんねんけど。ってことは6万3000負けたのよ。どうしてくれんの？5万2000負けて1万1000負けて6万3000負けたんだけど、ジャグラーで。サバ缶氷のサバさん、負けすぎですよ。負けすぎでしょ。だからもうお金ないんですよ。お金ないんだよ、お金が、ね、配信もね、別にあのアイテムをこじきでね換金できるわけでもないし、お金ないんですよ。もうこうなったらキャスで配信したやつを YouTube にアップしてね、 YouTube チャリンチャリンするしかないんだから。今ちょっと海へ向かってます。明石の海へ向かってます。今日ね、現場魚崎やとばっかり思ったのよ。だから東灘か灘ぐらいかなと思ったの。現場魚崎やと思ったの。来てみたら明石の魚住だったんだけど。サバ缶氷のサバさん、受水ですか？明石の魚住やで。俺ずっと魚崎や思ったのに魚住やで。サバ缶氷のサバさん、魚住てクソ田舎だよ。そうそう、田舎、クソ田舎よ。西明石よりもまだ田舎、二見よりもまだ田舎。今そこで夜勤明け。本当は9時まで仕事やってんけど、もういいですよ言われて、8時で終わって、イエーイ。警備ってこれがあるからいいよね。早く終わっても時給つくからね。言うとくけど、昨日の5時からやから、7時間と8時間、15時間椅子に座ってただけ。15時間椅子に座ってこっくり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 して、ちょっとやばかったけど、もう居眠りアウトなの分かってるけど、もう寝てないねん、こっちも。サバ缶氷のサバさん、楽やね。こっちも寝てないのよ。昨日夜勤明けの朝10時に帰ってきて、寝て起きて昼の1時に来てるから、2時間ぐらいしか寝てないのよ俺も。しゅんちゃん、ランドセルさん、真面目に働け。真面目に働いてるやないか。2時間しか寝てないやぞ、2時間しか。まあ言うて今日仕事あぶれてるけどね。今日仕事ないけどね。明日夜勤やけど、今日一日まるまる仕事ないけどね。家、お金ないから家帰って宅飲みすることしかすることがないねんけど、そうやったらあまりにもやから思って、ちょっと海、今海見に行こうと思って、明石の海見に行こうと思って、あれってめっちゃ遠いねんけど、ほんで何キロ歩いてんの、もう朝から何キロ歩いてんだよ。サバ缶氷のサバさん、海なんか需要ないよ。海需要ない、やめとく。もう駅帰っていい、もう駅帰っていい、遠いわ。サバ缶氷のサバさん、早く帰りなよ。早く帰ろうか。早く帰って家で缶チューハイでも飲んで、家帰って缶チューハイ宅飲みでもして、ヘビレケになってセンベロするか、タクベロするか。タコ捕まえて。明石のタコ捕まえる、ね、現場魚崎やと思ってたら魚住だったんだけど、東灘の魚崎かと思ってたら明石の魚住だったんだけど、めっちゃ遠いんだけど。ここで海どこ、ほんで明石まで来たのに海がないってどういうこと。海なんかどこにあんのよ。さっきがあのポジションの前であの警官立てたから、海どこっすかって言って、ここまっすぐ歩いてた海ですよ。まっすぐって何キロ歩かされんねん、これ海まで。海まで何キロ歩くねん、お前。まっすぐ歩いてた海ですよって、何キロやねん、まっすぐって。何キロ歩かされんの俺。15時間座りっぱなしやってんぞ俺、言うとくけど。ええ加減にしろよ、マジで。
ええ加減にしろよマジで。15時間座りっぱなしやってんぞ。15時間座りっぱなし、16時間、あーでも1時間休憩で光るから15時間分の給料、15時間座りっぱなしで15時間の給料もらえんねん。アホやな警備って。警備ってアホやな。座ってるだけで金もらえねんで、おかしいやろ。普段立ってるだけで金もらってるけど、今回座ってるだけで金もらえんで、アホやろマジで。頭おかしいんかこの職業。何にもせえ、何の生産性もないで、ただそこにいるだけ、ただそこにいるだけで、例えばそこにいるだけで、例えばそこにいるだけで金がもらえること。サバ缶氷のサバさん、お茶。あ、お茶です。無理して投げんでいいです。サバ缶氷のサバさん、お茶。あ、お茶です。これキャスやから無理して投げんでええで別に。キャスってなんか収益そんなないからええで別に。無理して投げなくても大丈夫です。ね、できたらクイーンちょうだい、クイーン。クイーンウリゲトゥー。クイーンやりゲトゥー言うとくわ。クイーンウリゲトゥーって。お茶とかなんかもうって、これ何、なんかなんのこれ。キャスよう分からんねんけど、キャスのアイテムってどういうこと？サバ缶氷のサバさん、クワッチにいつ戻りますか？戻れないわ。シュンちゃんが映ってんだろ。どっかの配信者は枠開けてても無報酬だから、それ考えたらええ仕事やな。どっかの配信者は枠開けてても無報酬だから、それ考えたらええ仕事。どういうこと？どういうこと？配信者が枠開けて無報酬やから、それ考えたら警備がええ仕事。ええ仕事やろ。俺言うとけど、これで1万6000円ぐらい今日手に入るからね。交通費して2万円もらえるからな今日。15時間座ってただけで2万円もらえねんで。まあ交通費で1100円2000円ぐらい引かれるから1万8000円やけど。サバ缶氷のサバさんなら協定余裕。いや、もらえんの来週の金曜日。でもこれはもう、それは家賃やない、必要経費でかかるやつ消えていく金やから、ね、ジャグラーで負けてなかったらよかったけど、ね、ジャグラーで6万円負けてんだから、6万